どうもこんにちは、今回はですねこちら、まな板なんですけれども、このまな板はですねニトリで購入したものなんですが、これ買ったものをそのまま使ってるんですが、表面がですねかなりザラザラしてます。ザラザラしてるので今ね外に出れないこの機会に、こちらをですねヤスリがけして、磨いていこうかなと思ってます。磨いてですね最後に油で仕上げをすることによって多分ね水の浸透もある程度は防げるんじゃないかなと思いますので、そういった狙いでですねこれを磨いていこうと思います。ささくれ立ってるとまではいかないんですがかなりねザラザラしてます。それではですねサンドペーパーなんですが、まずはね120番、240番、400番、800番で、こんなにいるかわかんないんですが1500番、これも買ってきました。本当はね倍々で増やしたかったんですが、100、200、400、800、1600としたかったんですが、その番手がね売ってなかったので、今回はねこれでやってみようかなと思います。ヤスリがけはね結構楽しい作業なんで、僕は好きなんですが、まずはね一番粗い番手からいってみましょう。以前ですね車中泊系の DIY をした時にハンドサンダーっていうんですかね、これを買ったんですが、これがあるとねほんと楽なんで、こういった作業をする時はねこういうのがおすすめだなと思います。そんな高いもんでもないんで、こういう風にねはめ込むだけなんですが、あるとね作業がかなり楽なんで、おすすめです。で今回やろうと思ってるのはまずね粗い番手からどんどん研いでいきます。細かい番手に変えて研いでいって、最終的にはですねこの表面を、オイルで保護するという感じでいきたいんですが、なるべくねツルツルにしたいなと思ってます。さあじゃあ行ってみましょう。こんだけでも全然違いますね。はい、まずはね120番で軽く表面をね磨いてみました。こういう時にね電動のサンダーとかあるとすっごい楽だと思うんですけど、なかなかねサンダー買うところまでいかなくて、まあ本来はねそういうものを用意しとくべきなんでしょうが、まあどっかでね DIY の道具を揃えるっていうことでサンダーとか買ってもいいのかもしれないですけどね。さあ行きます。今度は240番です。さあ続いてはですね400番、これでちょうどですね真ん中の番手ぐらいかなという感じなんですが、よしじゃあ行ってみましょう。400番、ここでようやくねツルツルしてきたなって感じですね。いやー疲れた。
ざらつきがねまだあるところあるんですが、ちょっともう木がへこんじゃってるところだったりするので、これももうしょうがないでしょうね。さあ佳境に近づいてきましたが、800万いきます。ツルッツルですよこれ。さあこれ以降はですね、木くずもあんまり出なさそうなので、家の中に移動してちょっとやりたいなと思います。ここをこうやって、うん、分かる？やったるで。よし、ちょっと待って、そっち側持ってったら、ちょっと待って、ちょっと父ちゃんがやる。はい、だいぶですねツヤツヤになりました。ツヤツヤにはなったんですが、ここからさらにですね蜜ろうクリーム、こちらを塗っていこうと思います。
はい、ということでですね、一通りの作業が終わりました。終わりましたので、今度はね、これに水をかけてみようと思います。はい、こんな感じでですね、水を弾いてくれます。木のまな板ってね、水をね、すごい吸ってしまうんですよ。吸ってしまうんですが、蜜ろうクリームを塗ることによって、こんな感じでね、水をしっかり弾いてくれるまな板に生まれ変わることができました。ということで今回はですね、まな板のお手入れやってみましたけど、いかがでしたでしょうか。木のまな板をお持ちの方はですね、ぜひこういったお手入れをやってみてはいかがでしょうか。それでは